皆さんこんにちはサタデービューティーの時間です、えー、本日六月十日の収録放送となります本日も私かばやまかれんがパーソナリティー務めさせていただきますどうぞよろしくお願いいたしますということで本日のサタデービューティーもゲスト様をお呼びしております私にとって今年一番嬉しい日でもありまして、えー、それがなんと、えー、東京からマルチクリエイターとして 現在、ヌメロ東京ボーチェ島で連載を抱えるほか森永製菓、カオ、ソニーをはじめとした多数の企業コラボや広告制作キャラクター制作など業種や媒体を問わず活躍されている パントビスコさんが出演してくださりました。代表的なシリーズには、犬のペロチ、カオス絵日記等があり、インスタグラムのフォロワー数は約50万人です。まさかテレビや SNS で見ていた方が、FM 技能ワンに出演してくださると思わず、本当に嬉し,く嬉しく思います。本日はよろしくお願いいたします。はい、えーえー、クリエイターのパントビスコです。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。すいはい。 今日朝からもう緊張しすぎて動悸が止まらなくて、病院に行ってください。ありがとうございます。や嬉しい光栄です。ありがとうございます。はい、実はあのカレンさんがそのラジオ番組を始めるっていうのをまあ SNS でちょっと拝見して勝手に出たいなと思ってたんですね。はい、ありがとうございます。あの実は逆オファーというかカレンさんに直接 FM 技能案の番組に出してくださいって言ったら。 いいですよって言ってくれたので、実現した回なんですよね、今日。そうなんですよ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ご紹介までしてください。わがままをあの聞いてくれてありがとうございます。 えでも私のこのインスタグラムでもこの紹介をさせていただいたんですけど、はい、友人だったり SNS 見た方からメッセージが本当たくさん来ましたあ本当ですかいや嬉しいですね、はい、ありがとうございますありがとうございます私もこの本もいくつか購入させていただいてあ,ありがとうございます合わせていただいたんですけど、はい、やっぱなんて言うんですか人間の目には見えない部分のやり取りというかが見えてたり。 またペロッチの本に関してはこの自分とかも考えすぎたり切羽詰まった時とかに読むとやっぱ元気になるなってすごい思うのでたくさん元気づけられましたのでまさかここに。 いらっしゃるといますあいえいえ私もこうイラストを主に書いて表現してるんですけども、はい、やっぱりあの皆さんがこういうことを考えてるのかなとかあこういうのを言われたら嬉しいのかなうん、うん、あるあるとかそういうのを皆さんに伝えてちょっとなんかほっこりするというか、はい、なんかそういうイラストをこうたくさん毎日描いてるんですね。 カレンさんをはじめ周りのね他の方々もそういうのを見てくださってるんだなって思うとちょっと嬉しいですねありがとうございますはいでは、えっと、今回は質問の方をこの CM の NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人シングルマザーの生活支援を行っていますより良い社会を作るため人々の絆を強くするため私たちはゆいまわルの心で活動しています 弱者に愛の手を NPO 法人プロミスキーパーズリ宜野湾市の花心優しい妖精三段くんが LINE スタンプとしてついに登場 LINE スタンプの売り上げは宜野湾市の地域福祉のために使われますご購入は LINE スタンプショップ「三段くん」または宜野湾市社会福祉協議会で検索あなたの人生に輝きを。 たくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニア・チャーチです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください「9884782沖縄ベタニア・チャーチ」 え本日ゲストにマルチクリエイターとして活躍されているパントビスコさんに質問をさせていただきますよろしくお願いいたしますはい改めてよろしくお願いしますでは早速一番最初の質問になるんですけど、えっと、今回沖縄県に来られたということで沖縄で行きたい場所や食べてみたいグルメ島などありますかはいそうですね、えー、っと実は沖縄に来る前にあの私のフォロワーさんに沖縄のおすすめ、はいうん 観光地食べ物などなどどを聞いたんですね、はいうん、そしたらこう何百件もコメントいただいてで全てそれをチェックしてあここは回れる、うん、ここはちょっと遠すぎるとかなるほどここは行列ができるから行けないとかそういうのをあのメモしてきたんですけども、はい、あの沖縄本島の北部にあるやんばる国立公園っていうんですかね。ああ、はい、ありますありまますす、はい、ちらに 行行きたたたかかっっっんででですすすけけども今回ちょっと行けなかったですねね、はい、時間が足りずにそうです、ね、結構沖縄って縦に長い,じゃないですかあそうですよねだからここから行くってなると本当九州とかだと隣の県に行けちゃうぐらいの時間がかかっちゃうのでなのでなたっぷりこう時間を作った時に、はい、また行ってみたいなと思ってますああすごい自然がたくさんある場所なのでぜひそうですね自然も好きだし、はい、さっきあの植物園に行ってきたんですよそういえばあそうなんですか 植物あります。はい。すごく好きでした。あ、そうなんですね。私まだ行ったこと。あ、そう、ぜひ行ってみてください。おすすめです。はい。食べてみたいのは。なんかいろんなステーキとか。沖縄そばとかいろいろありますけど。チキン。もうなんか有名っていうのを聞いて。それもちょっと今回、今日の夜か明日食べたいなと思ってます。あ。そうなんですね。はい。ちゃんとリサーチされてるから、やっぱ王道じゃなくて、さらに。そうですね。やっぱり沖縄に詳しいフォロワーさんたくさんいらっしゃるので。 その方に聞いて行ってみたいなと <laughs> すごい常にリサーチされて <laughs> もう本当においしいですし景色もいいので,そうです、ね、楽しんでくださいありがとうございます、はい、えでは2つ目の質問になるんですけどこの沖縄県のどこが好きですかとこれそう難しいし簡単だしな、うんて言えばいいんでしょうねでも今回気づいたのが、はいあのま、レンタカーを借りて移動してるんですけどもはい もうずっと楽しいんです。景色を見るのが。本当ですか。はい、なんかやっぱり、その、なんでしょうね。はい。ほ、て言うんですか。本州とか九州のことって、沖縄の形。内地,内地って言いますよね。<笑><笑>僕の沖縄の友達も言ってました。内地って最初聞いた時に、何のこと言ってるんだろうなと思ったら。<laughs> はい、沖縄以外の。 あ、そうなんですよ。日本のことをささナイチだ。こちがなんかうちなみたいななんか言う。なるほど、はい。そうなんですよ。うちなんちょっとナイチャーみたいな。あ、ナイチャー初めて聞いた。なのでナイチャーに値しますね。あ、アトビスコさん。あ、そうですね。私はそう。福岡出身でね、今東京にいるんですけど、でそうなんですよ。九州や福岡えと東京だったり、例えば街路樹一つ取っても。 はい、向こうにはないお花だったり植物がたくさんあるのとあ,<ー>あと建物もやっぱり沖縄ならではの建物がいっぱいあるじゃないですかありますそういうのが大好きでもうずっと車で走ってても楽しいなって気づきました本当ですか、はい、でも全然私も九州の方に住んでたんですけど、はい、やっぱ景色がなんかちょっと海外に来たかなすよ思うような場所とかが食べ物もなんですけど確かに 海外もだし、うん、あとはなんか看板でうちな、な、はい、うちなあ,ごあ,<ー>あのあ,あれもね,あね旗もありますけど何て言ってるかわからないようなあ,あれをわざわざこう調べてこれ何のことなんだろうとか <laughs> そういう時間も好きですね。確かに結構 こう普段私も大学通ってる時も友達と喋る時にわからない言葉とか私が結構最近ちょっと使うようになったんですけど、はい、この喋ってる時に相づちってするじゃないですか、はい、その時になんかあはって言うんですよちょっとなんて言うんですかね共感したり。 あみたいな感じをああとかうんうんとかそれは初めて聞きました友達がすごい使うので何言ってるんだろうって思ってなんかわいい鳴き声みたいな感じ明るい感じがしていいですねそうなので結構未知なる部分が多いので覚えてぜひすごいたくさん調べれば調べるほど魅力がたくさん詰まってるので。 いやいいですね、うん。そうなんですよ。はい、ありがとうございます。では次の質問になるんですけど、一番多い質問でしたが、このなんで絵を描き始めたのかきっかけを知りたいです。はい、これもあのトークショーなどでよく聞かれるんですけども、フォロワーの方から。もう本当にちっちゃい頃から物心がつくかつかないかぐらいの頃から、はい、新聞に挟まっているチラシの裏に、はいはい、こう。 落書きとかなんかアニメのキャラを真似て描いたりとかうん、うん、そういうのを描いて親とか友達に見せてなんか褒められてたんですね、はい、あ,あ上手だねとか、はい、でそれで調子に乗ってもっと褒められたいたくさん描こうっていうのが大人になっても続いてるような感じなんですね。うんうんうん、なるほど、はい、そうなんですねそ,ですそこからちょっとストーリー性のあるものを作ったりって。 SNS でコメントできたり「いいね」がもらえるじゃないですか、はい、僕が小さい頃も「いいね」って言ってもらえてたんですよなので「いいね」をずっと延長線上でもらい続けてるという<ー>、はい、すごいさらに子どもの頃よりもレベルアップしてレベルまあ「いいね」いいねって言ってくれる人が増えたというね SNS のおかげで、えー、あなるほど、はい、なのでずっとスタンスは変わらずに大好きな絵を描き続けてる<ー>それがお仕事になったっていう感じですね なるほどそうだったんです、ねはい、でも確かに私もちっちゃな頃から絵が好きで絵がうまいとこのどんどん机に人が増えるじゃないですかそうあ。本当に教室とかでねなんかか教室とかで描いてるとそれが嬉しくてストーリー性のあるのを友達と描こうとしたんですけどすごく難しくてそういうストーリー性のあるものってなんかどんな感じで思いついたり。 そうですねまあ自分が体験したこととかあとは、うんうん、僕もあの長いストーリーって苦手なんですよ書くのやっぱり大変なので、うん、なので短くもう数秒でね受け取ってもらえるようなものをこう書いたりしますね、はい、なるほど、はい、そしたらもうさらに本当 SNS に特化されてる作品だなって思めてあそうです、ね、一瞬で皆さん飛ばしちゃうのでね、うん、ああ、はい、なるほどありがとうございます、はい、いつどこから見ても楽しめるような絵を書いてます なるほどすごい説得力がありますね、いつも SNS も拝見させていただいてるんですけど確かにシンプルだから、よりペロッチの存在感だったり、その言葉の重みっていうのをすごく感じるのですごい納得しました。ありがとうございます、はい では、えー、次の質問ですがこのペロチのキャラクターはどんな風にしして生まれまれたかはいあの知らない人にひも解くとペロチというのは白くて丸っこい二刀身のワンちゃんキャラなんですよね、うんうんはい、可愛らしいキャラで,、はい、で結構私が書くいろんな何十種類かキャラクター書くんですけども、はい一番人気なキャラなんですね。なるほど、はい、でで天気で うんうん、ちょっほんわかしてるような犬のキャラなんですけども、うんはい、そのキャラクターを作ったきっかけはも、はい、ともと名前はヘチマとタケノコっていう名前なんですけどももともと私はそれを書く前は人間キャラだけだったんですけどもうん、うん、そのウサギと猫のキャラを書いた時の反響が大きかったんです<ー>あそうなるほど動物キャラってそういう支持されるんだと思ってうん、うん、あだったらちょっとワンチャンキャラも書いてみようかなって。 って思って書き始めたのがこのペロチなんですね、はい、あ、なるほど、はい、そういう過程で今のペロチがいたんです、ね、あ,あ、そうなんですなのでちゃんと作ろうと思って作ったキャラなんです、はい、なるほどそうだったんですね、はい、えではなんかすごい次壮大的な質問に変わっていっちゃうんですけど、はい、ああどうぞ何でも聞いてくださいこの今幸せだなと感じる時はどんな時ですか これはあの最近よく思うんですけどもやっぱり、うん、あのひ人から必要とされることが幸せですね。<あ>はい、なるほど。何かなんでしょうね別に卑屈なわけじゃないんですけども <laughs> あのえ自分ここにいていいのかなとか求めてもらえてるのかなとか,なんか不安になる時が結構あるんですね。なるほど、はい、なので今日ここをね、はい、FM ギノアンさんにこうお話できるっていうのもちょっとは需要があるのかなって、はい。 っってていう,ふうに思伺わせてもらったとっいうのもあったりとかあ<ー>なので、まあ、いいねをもらえたりもそうですね、SNS であのイラスト楽しいですとか言ってもらえるのもそうですし本当にそういう一つ一つの積み重ねが全部こう幸せだなと思いますねあなるほど、結構、はい、そしたらもう表現者っていうイメージが今ああそうですねなんか私がね時間や何かかけて絵を描いた代わりに皆さんから評価をしてもらう。はいあ いいねとかフォローしてもらえるっていうのがもう毎日こう幸せの積み重ねと言いますか <laughs> なるほど、はい、でもやっぱり毎日結構 SNS とかも投稿されてたりするじゃないですか、はい、そこでやっぱ大変だったりとかすると思うんですけど継続するその源じゃないですけど。はい とかかかは何かあったりすするんですかねもう今申し上げた通り<え>やっぱり一つのいいねとか一つのコメントだったり<ー>そういう積み重ねがモチベーションになってるので<ー>、はい、なんかつらいとか大変だなっていうのはないんですよね。なるほど、はい、子どもの頃ににもっと書いてよって言われたような<ー>、はい、え次,次何の話書くの見せて漫画見せてとかそれであ,ちょっとじゃあ明日はこれ書こうかなとか。<あ>はい、なるほど うそうなんですねもう本当にシンプルな話です、ねはい。そういうやっぱそしたらちゃんと需要と供給ではないですけどすごい幸せの連鎖があってれてるのすごい素敵だなっておっしゃる通り別になんか私が活動してどなたかが見てくれて不幸になる人は多分いないと思うんですねうん、うん、どっちもうしいというか手前味そうですけどもなのでそれが自分のモチベーションになって活動を続けるのが何も嫌じゃないというか。 ああ大変だなとか思わない。あ、なるほど。す。はい。すごい素敵な考え方でありがとうございます。はい、だからあの恵まれてると思います。<え>フォロワーさんがゼロ人だったら、はい、多分ややらないと思います。ああ、はい、褒めてくれないから。 <laughs> なるほど、なるほど、はい。そしたら、今本当にいい素敵な環境。いや、本当にめ、あの、恵まれてます。<laughs> 生まれてきてよかったです。<laughs> <laughs> でも本当そうなりますよね。ありがとうございます。では、次の質問ですが、このパントミスコさんの宝物。が知りたいんですけど、この。はい、いつも温かく、正しい方向を向かれている方の宝物が気になりますと。<laughs> はい。いただいております。なんか、ずいぶん高尚な、ね、言い方をしてもらえて、恐縮なんですけども。<laughs> やっぱりフォロワーさんだったりとか1いいねとかそれが宝物ではあるんですけどももうちょっと具体的なもので言うと自分がいつも書いてるスケッチブックですかね。すべて私はアナログでペンでちっちゃなクロッキー帳に書いてるんですけどもそれをずっと活動開始から書き続けてて今126冊目なんですね。ななるほどすごい枚枚がりので 今一万二千六百枚ぐらい作品があるあっていうことになります。なるほど。はい。確かにこの最近のインスタライブでこの<あ>ケントのコラボの紹介のもちゃんとスケッチブック、はい、紙に書かれてるの見て。 そうなんですこうやって書いてるのかなって思ったんですけど最近はデジタルアートで iPad とかで書く方もいてそれはそれですごいな技術があってって思うんですけども私はちょっと紙とペンにこだわってるとこがあるのでなのでそれがもうずっと宝物だからじゃあ1億円でその100冊を売ってくれって言っても多分売らないですね3億だったら売りますけど。 あ,あ、<laughs> 嘘です。占い占いです。はい、それぐらいでお金に。買い難いものです。そうですよね。やっぱ時間をかけて、この完成したものっていうことで。はいでね、なるほど。それが宝物だ。なるほど。ありがとうございます。はい、え、では、次の質問ですが、今回の。パイロットとペロッチのコラボされたペンの魅力。であったり、また、なんでこの文具とコラボしたのか教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。 今回ですねえっ、ー、と5月末に発売したパイロットコーポレーションさんと私のコラボでボールペンを発売したんですね、はい、でそのボールペンのクリップ部分に先ほど言った犬のペロチちゃんのキャラクターがついたりとか、はい、あ,ありがとうございます持っていらっしゃる。<laughs> お買い上げありがとうございます <laughs> あとは箱の4本セットのカラーペンとか、はいはい、でそれは実はです、ね、ストーリーがありましてパイロットさんからオファーを頂い,いたんですねコラボしませんかと。でもともと文房具のコラボをやってみたかったのでもうぜひぜひということで最初のお打ち合わせにお伺いしたところもともとの発端が、はい、私が一番最初、えっと、2016年に最初の本を出した時にサイン会をしたんですね。はい、そののサイン会の時に 学生さんとして来てた方がパイロットさんに就職して私に仕事を振ってくれたっていうというそうなんですよだからあの時書いた学生さん10代なのか二十歳前後の方が立派な会社さんに就職されて仕事をお願いしてくださったっていうだから余計嬉しくて本当でもう絶対ご一緒させてくださいっていうことで実現したんですね。 そそんんななストーリーリがあってそうなんですよ本当びっくりしました今そ<う>すごい僕もびっくりしましたよだから聞いた時にやっぱパントビスコさんの作品がやっぱ魅力的かつやっぱその人の心の支えになったからだったら嬉しいですけどもだからそこからもう7年経ってるので<っ>、ね、7年間ずっと作品見てくださってたんだなっていうのもやっぱ嬉しいですしその企画を通してくれたパイロットさんも 優しいなと思います。一、その社員のね、クリエイターのねそういうコンテンツを商品化しようっていうのをちゃんと実現してくれたっていうのがすごく嬉しいですね。なるほど。はい、本当そうですね。でも私もこのペン、全部一本一本カラーと書いてる言葉がまた違うじゃないですか。はい、またそこが、 やっぱこのペン使う時って勉強してたり何か活動されてたりすると思うんですけど、はい、その時に何気なく見たら励ましワードが、ね、書いてあったりするので勉強やお仕事にちょっと疲れた時にこう見るという。うん はいでもラジオって難しいですねどういうデザインか何が書いてあるかがねわからないのでこれやっぱ買うしかないですね皆さん本当に <laughs> リスナーズの皆さんぜひ沖縄でもきっと買えますもんねそうですパはいあバルコさんにあったということで探しに行ってみてください <laughs> 本当にこのカラーのペンのもこのブドウのヘチマ <あー S 2> がいたやつも買わせていただいあありがとうございますですごいいろんなカラーがあってまたその箱が前後左右ちゃんとデザインがそうなんですよね びっくりしてあ,しあれもちゃんと凝ってらっしゃるなって思ってあ,ありがとうございますなんか商品を出したもののちゃんとした感想を聞くのが割と初めてぐらいなので嬉しいですね、はい、人からあいやでもすごいたくさん <laughs> いやいやいや、いや嬉しいそうなんですよねちょっとあのジュースというもともとあるペンの種類なんですね、はい、パイロットさんのジュースっていうカラフルペン、うん、でそれのパントビスコバージョンということでああ今回コラボしたんですけどもやっぱり色も可愛いしあとはジュースっていう名前も可愛いので、うん 商品が入ってる箱も紙パックジュースにちょっと寄せてデザインをしたという思いましたこのストローもなんか、はい、ああそうですね偽ストローイラストが書いてあるっていう <laughs> すごいちゃんとコンセプトに沿って、はい、そうなんですよいやんと隅々まで可愛いが追求されてていがついてますし僕その作品を作る時にコメントしてくださいあのコメントしやすいようにどっかツッコミどころを入れたりとかコメントをしやすいものを仕掛けて っってったりすするんですねなのでその今回のパッケージもそうなんですけどもあここかわいいとかあこれしおりがついてるとかうん、うん、ジュースっぽいとかそういうのを見つけて誰かに伝えてもらえるっていうのが嬉しいです。はい、すごい、はいでもも本当にいつも結構 この筆記用具とか買ったりその箱とかやっぱすぐ捨てちゃうんですけど、はい、あ,あれこんなところにっていうのがたくさんあって今でもずっと机の上に一緒に置いててできたら取っておいてください、はい、<laughs> ありがとうございますではこの最後の質問になるんですけど、はい、いつも最後ゲストの方に聞いている質問でして、はい、パントビィスコさんにとっての美しさとは何ですか はい私はなんか美しさと無縁そうなこう生活をしているのでこれが一番悩んだんですねん何だろうなって思った時に、はい、でもやっぱり一貫して言えるのが今日のお話でもつな、あのー、がっていたと思うんですけども、はい、やっぱり人と人とのつながりが好きなみですけどもこう一番自分にとって大事なものだし美しいものだなと思います。はい、それがないと 実現できなかったこともたくさんあるし達成できないものもたくさんあるのでそれってやっぱりこう何でしょうね人の人間がこう持ちうる特権といいますかそれがあるからよりお互いが美しくなれるような気もしますね。なんかエピソードがありましてあの私ちょっとおせっかい焼きなとこがあって、あ。のー この人とこの人合いそうだなーって思う人がいたら別に男女関係じゃなくても友達関係でもその人たちをこう勝手にこうくっつけたりして例えばみんなでご飯行ったりとかでそういうのでなんか本当に仲良くなって自分がいないとこでももう遊んでたりしたりを SNS 見たりするとなんかあ嬉しいって思うんですねそうなんですねなんかその関係をプロデュースできたみたいなでまた僕もそれに入れてもらえたりとかはい いいですね幸せが広がってるっていうかなので人と人とのつながりが自分が関わることによってそういうふうに実現するっていうのがやっぱ美しいことかなとちょっと無理やりですけども思います本当にでもこのペンに関してもつながりそうですねフォロワーの方がっていうのもありますあもう一個いいですかもう一個エピソードですけどもあの 昔といいますか56年前に UFO キャッチャー用の景品を出したんです、はい、ペロチのぬいぐるみを、はい、その時のエピソードなんですけども突然 DM で連絡が来たんですね、はい、あの実はこの度私は結婚することになりましたっていう DM、うん、ああおめでたいなと思って、はい、でちょっときっかけを話させてくださいですごい長文で書いてあったんですけども、はい ももととそのパントビスコさんのキャラクターのぬいぐるみを UFO キャッチャーで撮ろうと思ったんですけども私はそういう技術が一切ないので欲しいけど撮れなかったそしたらたまたま職場の男の子が俺 UFO キャッチャー得意だよよかったらそんな好きだったら撮ってあげようかって言われたでなんかそんな仲良くなかったけどなんか土日でいろんなアミューズメント施設を巡ってぬいぐるみを撮ったんですっていっぱい。 そしたらそこから仲良くなって結婚しましたって。はい、結局。すごいはい。ところね。いつの間にかだが目に見えてないところで。そうなんですよ。サポートというか,かぬいぐるみがそういうきっかけになったっていう。それ、すっごいだから、うわ、嬉しいなって。普段そういうふうにねの、フォロワーの方にお返事しないですけども、嬉しくても、<あ>お返事したのと、はい、あとはイラストをプレゼントしました。その結婚式で飾る用の。<ー>よかったら使ってくださいっていうので。 なるほど幸せをなんかもらえた気になったので。えー、すごいですね、なんか。美しい話ですね。<laughs> 本当に美しいって感じますし。<laughs> はい、で本当何気ないきっかけに、ファントビスコさんもいらっしゃって。僕もちょっとね、仲人じゃないけど、なんか。そういう気持ちになれて、本当幸せをもらえて嬉しいなと。はい、なるほど。 じゃあもう美しさ、本当にでも今でも現在進行形で体現されてて<ー>すごいたくさん学びと刺激をもらいましたありがとうございますではもうあっという間に時間になってしまったのですが、はい、え本日パントビスコさんも FM 技能派にもお越しくださって本当にありがとうございました,ご,ましたえご視聴くださった方もぜひプライベートや魅力を参考にしてみてください、えー、では来週6月